こんにちは。こんにちは。では、やっていきましょうか。前回は北条から攻められて、なんとか守り切ったぞって思ったら、長野じいじがやってきたっていうパターンですね。こんにちは。でも、こんにちは。上泉師範が来てくれました。これで頑張っていけそうな気がします。頑張りましょう。こんにちは。こんにちは。頑張るぞ。あ、いいんだ。いない。いない。いない。じゃあ、娘は生まれてない。娘っ子が生まれるのに期待ですね。こんにちは。じゃあやっていきましょう。こんにちは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 。よしよし。やったぜ。どうだ、おさっこい。来てない。これは来てない。残念。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。これいつまで？あと1年ちょっと。こんにちは。こんにちは。あ、先月。あ、そういえば町割りどうしてたんだっけ？そう。こんにちは。こんにちは。あてつ。あん。多分、ここは商人町を作ろうって思ってたんだろうな。わしは訪問じゃ。じゃ、訪問じゃ。仲良くなろう。先生、お願いします。もう一人欲しいね、武将が。誰か、捕まえるといいな。生き残れるんでしょうか、これ、生き残れるんでしょうか。まあ、うまくいけば。運が良ければ生き残るでしょう。こんにちは、北条さんに囲まれてて耐えれそうにないけん、わらわら。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。そろそろ新生そういえば買うんです。おー、買いたいんだけどさ。でも来年の春でしょ。整備できる武将が欲しいところですな。かなり先の話になると思うんだ。いい、買いますか。奨励するか。宝術入れたいけど。外交はこんな感じですか？外交はこんな感じですね。また延期かな。そうですね。ゴールデンウィークあたりになるんじゃないかな。桜の咲く頃にはみたいな話をしてたけどね。どうだろう。もう鉄条門先輩設置済みでしたね。設置済みです。それだけが救いです。とはいえここ平城なんだよね。とはいえなんだよ。ここは平城なんだよ。それがちょっと厄介なんだよ。名工もやりたいな。名工はあ、できますちょっと面会サボってやっちゃいましょうか。これをで進出しましょう。ここに櫓を強化すると門の反撃強くできませんかね。あ、どうなんですかね。できるんですか。行きましょう。頑張るぞ。
頑張るぞ頑張るぞ、来るんじゃねえぞ。ご命令を。よし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 、先月の収支です。よしよしよし、報告いたします。もうドキドキだよ、もう収穫が終わると。こんにちは、ぬわん。こんにちは。収穫終わると怖えよ、この人たち。こんにちは。こんにちは。大丈夫大丈夫、行きますよ。来るんじゃねえぞ来るんじゃねえぞ来るんじゃねえぞ。おお、欲しいね。おお、火花のきらめきを。こんにちは。なんと美しいのでしょう。よしよしよし。形状の悪いとこ、本丸が外に近いと門を強化したもん。でもわわりなとこ、わらわら。こんにちは。見るために帰ってきたよ。こんにちは。こんにちは。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。うん、あは、あー、こんにちは。おおお、こんにちは。あー、そうでしたね。あー、そうでしたね。お、名工いけるやん。名工行きましょう。名工じゃない、刀蔵行っちゃいましょう。頼んだよ。で、わしは面会だな。昔のシリーズでヤグー先輩もそんなこと言ってたな。ダブル火花の輝きがうんたらかんたら。よく覚えてますね。こんにちは。こんにちは。よしよし。連動派大事ねえ。連動大事。連動大事。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。なんだ。夜勤明けなのでアーカイブで見させてもらいます。はい。ありがとうございます。あと波紋前町で木材も欲しいね。欲しいね。こんにちは。耐久を1万近くにはあげときたいですね。希望、希望、希望高くないか、ちょっと。おはようございます。ちょっと望み高すぎへんか。よしよし。こんにちは。鏡さん、カオエのマルチしないのですか。ご命令を。先月の収支です。まだね、ちょっとね、私ね、まだ。まだチュートリアルのね、最初しかできてないんですよ。特性どんな感じでしたっけ。特性どんな感じでしたっけ。牽制師匠嬉しそう。こんにちは、鏡さん、お疲れです。お疲れ様です。早く娘っ子が生まれてほしいな。の周りには武家町だよな。そうですよ。そうですよ。でもその前に、お米が必要な気がする。もう進出できないの。あ、できないんだ。そうなんだ。ワンワンって工場覚えますよね。あ、確か覚える。覚える覚える。とりあえず、道、引き広げよう。結構強い、太田さん。強いんだけどさ、周りが強すぎるんよ、これ。周りが強すぎるんよ。名称が欲しいですね。あとでの武将に訪問したいところ。欲しい欲しい。道場得意なんだ。欲しいのがいっぱいだよ。全部欲しい。みんな欲しい。ホルンだった。表情を始めます。お嬢さん、おとなしかったね。報告いたします。おとなしかったね、今回。来週。やっほ。おみさたけは？作ってみる？矢倉。作ってみます？作ってみます？扇持ちの副将もいるし、統率80オーバーだし、楽勝だな、白目。早く影虎おじさん来ないかな。とね、来ないですかね。ただいま。帰りなさい。平瀬さんにしよう。訪問。一匹のドーベルマンがいても100匹の柴犬相手だと物量作戦だよな。わコストも安いですし、ヤグラやってみませう。ヤグラか。ん？ん？あは？今日もまた
重な土曜日を潰しに来ましたよ。あ、これまずいのでは。これはアーナガオさん来るイベントとかあるのかな。これは圧力かけるべき。里見にここで里見に倒られてはちょっと舞が困るんだから。川越か市場近いから怖い。何も舞が怖いんだから。おっ、里見と北条が戦争、里見攻めか。いや、これ里見飲み込まなせないようになんとかしないと。これまずいよね。後ろがつついてみる。やぶ蛇になるかもしれんけど。里見を助けたいのですかな。助けないと。江戸城あたり囲んでみる。見る。見ようか。太田は確かに強い。だけど北条五連斎も同じくらい強いのがねえ。見る。江戸城硬いけど。江戸城硬いけど。硬いか。いや、とはいえ平城だからな。知らんけど。知らんのかい。行ってみるか。行ってみるか。二人で。時の声も連れてくか。とりあえずセーブ。あ、とりあえずセーブ。こんにちは。ありがとうございます。この放送のおかげでお昼派とんかつをいただきました。いつもありがとうございます。いいもの食べてますね、みんみんさん。モグラができれば、川越派？川越はね、まだね、マックスでいるんですよ、兵が。萌えか。萌えか。そうなん？忍ぶ城派硬いし、でかいし、取れたらうまじ。いや、工場覚えてないからさ、まだ。ちょっと無理なんだよね。いや、川越？岩月城を犬臭いと言ったな。法廷で会おう。川越？すみません。私のような食料も身も心も癒やしいものでもいいねボタンを押してもよろしいでしょうか？いいですよ。川越のが硬くない？川越硬いよな。川越の方が城強いわな、わら。A もしっかり残ってんだよね。牛丼か唐揚げ悩み中？助けに行きたいんだけど。工場って大事よね。助けに行きたいんじゃが。千葉県行ってみる。千葉県行ってみる。ここは江戸かな？かなぁ。行ってみる？江戸に出た途端川越から攻められそう。まあ、それはあるかもしれない。行ってみるか。江戸取るつもりなの？行ってみるか。なら唐揚げ牛丼にしよう。そうしよう。なおコレステロール。お市場取りたい。通信する。謙遜歴大好き。見よう。いや、これはね、里見が救われればいいんですよ。まあ、関東だから築城するのもありだね。する。お、絆。その手があったか。大工術。なるほど。あれ？お市場ってちゃんと発音してくれるのね、ゆっくり。これを落城に、いや、千人いるんだよな。まあまあまあ、行ってみよう。ダメ元で行ってみよう。はい。いらっしゃいませ。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。北条からすっかり無視されてますぞ。いい感じね。確かに無視されてるね。これさ、いや、これ北条負けちゃう。あ、北条じゃない、さっき里見負けちゃうよね。このまま押し切られるよね。これ下手するとそのまま全併合だよね。これなら横をつきますか。殿、来ましょう。とりあえず通しようか。北条ワンワン、ちょっと噛みつくけど可愛いもんじゃん。宇治安さん強いもんね。いや、強いんだよこれが。マジ頭おかしい。里見が築城すると千葉だけでも強くなるんだけどな。見るか。
その間に北条の城に勤れたらね。敵を追い詰めよ。いやこれダメかな、意外と早いな大道寺。大道寺早いな。こういうタイプ？8-1-1のメンツ入ないのですか？こういうタイプ？あ、これちょっと間に合うかな。ちょっと厳しいね。続け。いい城だね。だがこちとら北条の地獄のスタートダッシュを耐え抜いた太田さんやぞ。あ、これはきつい。これきついね。ここへ来た。やるとしますか。始めようか。いたの。さすがご先祖様が作っただけある。これで終わりよ。もう少し。これで決まりだな。この形の城はきついっすね。きついね。メンバー登録もしていない。ありがとうございます。トカトカさん。ありがとうございます。トカトカさん、ありがとうございます。くらいの行きます。我が策で貴様らを殲滅する。マジか。いや、嘘でしょ。嘘でしょ。続け。ありがとう。え、この人は？なんでや。やるとしますか。岩月城を北条に取られることで太田道館を特殊召喚できませんか。キャッパー入信者だけど江戸城って家康が入る前発通の開きだったって言ってた。そう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 、ここはありがとうございます。我に続け。まだいるんか、まだいるんか。普通弱いとは言ってない。これで決める。お前も太田だろ。太田同士仲良くしようぜ。この時代の江戸城派そんな強くなかったでしょ。引き。いや、どうする、どうする。大道寺だよ。あと敵城門突破しました。やるとしますか。あと大道寺なんだけど。やるとしますか。どうするどうする。2万〜3万ならともかく、その10分の1の兵で落とせる感じはしませんね。確かに。これで決まりだな。城門破壊しまくって撤退する。嫌がらせにしかならんな。我が道を開けよ。さすがっす先生。先生さすがっす。大道寺どっから来た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 。続け。こんにちは。おおおおお、いいぞ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 。こんにちは。こんにちは。こんにちは。三日目になってるぞあいつ。我らが攻めに耐えきれるか。落とせるという脅威を与えるだけでも勝ちだろうかと。いいぞいいぞ。あれなんで俺だけ顔真っ赤なの。いや嘘でしょ。攻撃でなんとかなるか。どう？ヒルレどう？え、ダメなの？もうちょっとこっち？やるとしますか。いけいけ。ダメなの？俺でもダメなの？やるとしますか。停車できません？電車できません。地方からドッグブリーダーになったのか。電車できません。彼なら兵力あるうちに奥義。この門から向かった奥義入りにくいよね。そうなんですよ。え、撃てないの？スタート人数の差がでかい。え、撃てないのこれ。いやーきついっす。ダメかな。午後4時に散歩に連れて行けという。これはダメかな。落とせるかもしれんが、落とせるかもしれんが、
ダメそう。ギリ倒せるかもしれんが、4人で一戦で突撃です。これで決まりだな。どうだ、ちょい下がっても出てきてくれませんかね。ちょっとね、奥義使うと逃げる可能性が、あ、ありますね。奥義使うと逃げる可能性ありますね。運動かな。どうだこれ、野戦で大道寺を倒してから江戸かな。これ大道寺倒しても門で壊滅しますぞ。倒せ倒せ、いや、すんげえギリギリなんだけど。ダメか、ロードか。この戦、我らが制す。中華こっちが危ない。あー、ダメか。こんな日もある。ダメだった。落ちるんじゃない。ダメだった。惜しい惜しい惜しい。もうちょっとや、もうちょっとや。ワンチャンなんとかならんか。ワンチャンなんとかならんか。先に叩く、で江戸城を攻める。これハロード案件か。そんな感じか。続け。そんな感じ。それで行ってみる。いやいやいや、あ、違う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 の違うの。こんにちは。こんにちは。先に扇ぶっぱかな。戦場へ参る。遠いすぎるの待ってからなら落とせそうですが、わしが3手で2戦に勝ていれば勝てたはず。野戦で扇でなんとかはちゃう。ちょっと引いて、先に扇で1戦で勝てそうです。引いて引いて、先に一戦で片付けてからしろ。時間を稼ぐんじゃ。時間を稼ぐんじゃ。仕事戻ります。皆さん高評価を忘れずに。ありがとうございます。続け。時間を稼ぐんじゃ、ここで。いろ。始めます。時間を稼ぐんじゃ。入るぞ。これで終わりよ。貴様らの動き読めておるわ。高評価派2回押せばいいんでしたっけ。そうです。では次の回高評価に。矢の雨を降らせろ。矢の雨を降らせろ。先生そろそろどうですか。肩温まってきましたか。先生お願いします。これで決めるぞ。お願いします。150名以上です。ありがとうございます。お、ありがとうございます。先生お願いします。お願いします。先生お勝ち向け。先生お願いします。やっちゃってください。あの人、あー、さすがっす。先輩さすがっす。逃げてる。おえ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 、こらえるのだ。よっしゃ、信綱がいるのか。待て待て、待つんだよ。続け。待て待て、やるとしますか。いや、それでも痛えな。いけいけ。敵将捕獲した。お、誰か捕まえたぞ。ちょっと黒人衆邪魔だよ。邪魔、お前邪魔だよ。黒人衆邪魔だよ。お前続け。帰れ帰れ。大道寺ゲット。ちょっと黒人衆邪魔すぎんだろお前。あ、捕獲派。黒人衆邪魔すぎるよお前。行くぞ。やるとしますか。帰ろう。大道寺派でかい。帰るか。大道寺捕らえたから帰りましょう。わら、帰ってみたのが邪魔だ。わら、え、帰る。ちょっとセーブしておきましょう。
大道寺いるなら帰ろう。あれ、大道寺捕まえた。大道寺なら内政もできるし確実にゲットしたいな。あ、確かに。そうですね、人材派欲しい。コンニには久々に来ました。いや、ちょっと狙ってみていいですか。狙ってみていいですか。行くぞ。こんにちは。やるとしますか。首相蹴散らせば黒人消えるのでは。そうだよね。こんにちは。こんにちは。いや、結構痛えな。でも江戸チャレンジだ。続け。結構痛えな。痛い。現在別の世界線に足を踏み入れてやろう。我が戦を。いいかもしれない。先っちょだけ攻撃するだけだから。ちょっとだけだから。腰がついてない銃眼のところから攻撃すればあんま痛くない。先生、お願いします。引け。よし。首相倒して全国戻ると消えますけど、兵が200でも残ってると再出撃してきてまた黒人は来ますよ。行きましょう。関東近辺に大筒覚えるのいたっけ。関東射程場だらけだから大筒あれば楽になりそう。進め。400人じゃさすがに無理か。やるとしますか。どうよ。我らの意地見せるは今ぞ。勝ったな。どうよ。続け。我に続け。やるとしますか。引け。やるとしますか。あと77人。相手親戚かな。親戚ですね。これで決まりだな。城門を破壊しました。やべ、死にかけてる。こっちが死にかけてるんだな。やるとしますか。始めようか。いた。まだいるの。ここで4け。聞くぞ。あと誰だ。誰がいるんだ。あとやるとしますか。あと誰だ。やぶらダメで沈みかねない。どこにいるんだ。あと一人。敵城門突破しました。でも次のターンで攻められたら終わりません。続け。あとどこにいるんだ。続きなさい。あ、いたやるとしますか。よし。この戦、我らの勝ちだ。取ることが大事。取ったけど。やったか。取ったけど、総兵力が大変なことに、総兵力が大変なことに。セーブ。よ。やっぱまずいよね。怒ってるよね。怒ってますよね。入場する？わら。入場したいんだけど。大道寺ガチャもしないと。大道寺ガチャできるかな。大道寺ガチャ。ダメ。大道寺ガチャ。1日経った。万能ですね。来た。大道寺来たぞ。来た。大道寺来た。脳裏覚えてるの派でかい。大道寺来た。
来たけど来たけど江戸城は持たないんじゃないかな。これすぐ来てくれた、これは優秀。だけど持たないんじゃないか。わら、来たー。今江戸城に来てんな。誰、江戸城に来てんな。誰江戸城に来てんな。素晴らしい、これ江戸城だよね。武の剣聖、聖の大道寺。江戸城。大道寺の何が良いって、進出1ヶ月で終わるのがでかい。赤レンジャーが来てますね。赤レンジャー来てます。里見派ダメかな。赤レンジャー来てます。赤レンジャー来てます。赤レンジャーだけならよ。この陣所で倒せんじゃねえか。こいつだよな。よし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 。赤備えやんけ。ちょっと兵力を江戸手に入れて、近くの砦もうちのものになった。最悪江戸城放棄かな。最悪放棄してもいいよな。表彰を始めましょう。先月の収支です、報告いたす。よし、修理しよう。あれおい大道寺ここにいないのかここにいないのか大道寺。お前お前、大道寺。9だ。反りが合わないそうです。え、マジで？マジで？人材取れたしいいでしょ。マジで？大道寺派向こうか、わら。とりあえず1ヶ月。そういう判定なのか。ご用を受けたまわります。本なのに。せっかく本があるのに、ここに。この本欲しいんですけど。売れない。木を売りたい。木を売りたい。また整理60ないのか。いや。金がない。しょうがねえよな。米も売れねえしな。しょうがねえよな。米売りしかないのか。いや、大道寺9はちょっとギリギリすぎるっしょ。米売っていいんでは。え、今加賀民米売っても6000。いや、これは大道寺絶対欲しいもんな。を受けたまわります。欲しい。新山州まだ未開放ですか。新山州まだ未開放です。米少し売りますか。ダメなんですよ、新山州は。まだ使えないですよ。とりあえずこの前の敵倒すことから。ダメなんですよ。五拠点なんて夢のまた夢だよ。ご用を受けたまわります。米売ろう。主とは反りが合わない、裏切り。うわ、米2600使うの。2600いけるか。いけるか。いや、もう。ご用を受けたまわります。君のために。ご用を受けたまわります。こうして。持たないこともないライン。ギリギリを。4000円の出た教案では。これで。大道寺って名だった。書物喜ぶ。あ、書物じゃない。あ、祭か。祭か。え、名だと何？反りが合わないってことは大道寺派猫派か？名って何？名って何なら喜ぶの？書物じゃないのか？ご用を受けたまわります。え？武器と名馬？え、でもよかった説？馬か。馬ないぞ。名だとブグとか馬かも。馬か。あ、関米の戦国伝で使う本だ。じゃあ、次のチャンスを狙おう。残念ながらない。次のチャンスを狙おう、ほうじゃ。え、でいいんじゃ。どうせなら気に入ってくれるものを。今月我慢できれば。我慢しよう。そしたら投資しててもらっていいですか。大道寺さん、君には期待してるよ。この投資をお願いします。
一応上げといて維持しといては。いやまあそれほど例がありません。なおさつき、それほど道の整備は、整備はちょっとお待ちください。陣所迎撃、そろそろかな、そろそろかな、あ早いな、はい、ちょっと席離れてましたが江戸城脱出したんですね。良いかな良いかな、うん、里見さん厳しいね。半分ずつで出陣する。いざ参ろう。これで上泉先生、やってるやってる、新参者には囲われるのに扇持ちのわしにはないんだ。ふん、やってるやってる。おい、おい赤レンジャー、この陣所が相手だ。な剣があればね、わら。進め、取り掛かります。剣聖、後で刀剣くれな。承知いたしました。先生はね、そんな卑しいことは言わないんだよ。一回の攻勢で滅亡はなさそうかな。矢印里見、やりしますか。ちょっと拠点が一つ奪われちゃったけど、いざとなったら先生お願いします。続け、もうちょっと前行けない。続け、かかれ。今どういう陣形？かっこよくだよね。里見攻めてた部隊、そのままこっち来たら怖いな。どうしてみんなそんなマイナス思考なんだよ。もっともっとプラス思考の話を聞かせてくれよ、みんな。修正低いしな。もっとプラス思考の話しようよ。耐えきれるか。里見派八剣敷いても貫かれるから次吐きつそう。確かに捕まえてしまおう。阿波派里見が勝ちそうでしたね。全勢を長いじます。北条の家臣どんどん捕獲して仲間にしようぜ。ここで赤レンジャー捕獲できたらいいな。プラス思考できたらいいな。今拙者が岩月城にワンコのご飯を取りに行ってきますので。捕まえられたら同じだが。あれそれ大道寺もいるし大丈夫大丈夫。無責任。先生ここお願いします。お任せください。お願いします先生。お願いします。江戸城維持できるかな。プラス思考になれる大名をお選びください。そんなことしたら取れ高ないだろう。望んでないんだろそんなことは。維持なんて考えなくていいんじゃ。どうなの、維持できれば大きいけどな。大丈夫だよ。これで終わりよ。絶望の中でこそ輝く光というものがあるから。まあな、まあな、そうだな。うん、そうだな。小田家臣で言うのは、かしこまりました。頑張れ頑張れ。これで決まりだ。考えればいいだけですよ。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。大道寺に勝てたということは川越も取れるのでは。いやどうなんじゃろうな。例えば川越大道寺と先生の二頭体制なら維持できるかもね。ただし鉄条門先輩派必須。そうだね。頑張れば維持できるかも。大きいですが目的派北条勢の削減でありますから、能力高い分人望より背ける。鏡さんの放送に安泰という言葉は考えておりません。確かに人それを滅びの美学という。なるほど。わら、
ちょっと、ちょっと先生、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 先生。乗車200名以上で承知いたしました。あ、ありがとうございます。乗って馬見城じゃなかったっけ？やっぱ人種武将モードの矢倉派硬いな。そういや武田が北条の城攻めてた気がするけどどうなったかな。あ、どうなんでしょう。よしよし、よしよし、よしよし、よしよし。帰れ帰れ。引くぞ。や、帰れ帰れ。そうだ。おっと、これは、これは何レンジャーですか、富永さん。3000もいる。お前遅くなりました。あれ、山名が終わりつまきチャレンジで悲鳴を聞けると思っておったのですが。残念です。残念です。青だっけな。青ですか、青レンジャーですか。あ、よし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 。よしよし。やっぱり強いね。よしよし。立山は守れ、守られた。富さん、いじられるの上手。わら、青レンジャー。あれ、あ、守られてない。青レンジャーだったっけ。へ、一昨日来やがれ、アマちゃんか。江戸確保できたら北条の武蔵方面軍派機能停止するからな。守られてない。あ、ありがとうございます、チャンネル登録。北条、ぐぬぬ。チャンネル登録？敵を倒せれば逆にチャンスです。りょうさん、ありがとうございます。キレンジャーが向かっている、わら。まずいのでは？キレンジャーはどっち？立山城。ダメか？ダメか？この隙に玉縄城取りに行く？いやいや、いやいや、守るので精一杯なんだな。こんにちは。目の前の青レンジャー見えんのか、お前。お前、やべえよ、あいつ。あいつもやべえよ。岬を取らないと里見派終わるか？青レンジャーもやべえよ。キレンジャー、切れるんじゃ？あ、こっちは何してんの？え、上杉？これは何？あは？あは？助けに行ってる。ああ、国峰が攻められてる。なるほど。ここは、ここもすごいですね。こんにちは。ここもひどいね。あ、軍神様がおる、軍神様が。岩月と江戸か、小金井とかに築城したら三角陣形になって強いな。青式の備えね。ここハルスの雛は、わら。いやー、きっといいな。いいね。江戸城を維持できるかも、かも、かも、ワンチャンかもしれんな。ゴレンジャー健在のシナリオって大変だよね。まあ行こうか。あ、とりあえず、とりあえずセーブ。こまめのセーブ大事。工場が早く欲しいの。欲しいね。同盟もあと2ヶ月ですよね。くるっと、くるっと回ったぞ。中島、あ、くるっと回った。くるっと回ったぞ。あれ、お前そこで守る気？守るの？守るんだ。そうなんだ。いや、うちご飯厳しいんだけど。こんにちは。早くも視聴者200人超えてて驚きを隠せません。ありがとうございます。いつもありがとうございます。どうか旧里見の城の体制が整う前に攻めてもいいのでは？セーブ大事。こっちが引いたら攻めてくるやろ。一人引きますか、一人。そう、ちょっと今、お米売っちゃったからさ。迂回しちゃう？ご命令よ。先月の収支です。報告いたす。戦国立志伝の御用を受けたまわります。ないのか、ないのか。キレンジャーも帰った。キレンジャーはね、危ねえな。キレンジャーは立山狙ってますね、まだ。大道寺そう、わら。岬回っていくんじゃないかな。いや、立山はちょっと落ちちゃうかもしれんね、これ。いやー、しょうがないよな、しょうがないよな、しょうがないよな、ほんとしょうがないよな。でもこれ攻めてきたところを陣所で潰すべきなのかな。どうなんだろう。どうなんだろう。攻めてきたところでっていうのがさ、とりあえず大道寺修復するんだよ。大道寺来てもらう。ちょっと大道寺から感じるおさふね感。大道寺、米も来ていいな。秋まで耐えよう。
大道寺さん、こっち。これ足並み揃わず結局落とせないパターンでは。こっちに、こっちに来てもらっていいですか。そうですね、おさふねかん。とりあえず修復。たさんやってください。ちょっと顔が綺麗なおさふね枠。ああ、じゃあわしがやります。まあ使い勝手がいいですからな大道寺さん。わしが門作っております。宮城一人で岩月を守れと。殿に置かれて母のような老人が必要なのだと感じたり。しょうがねえだろ。ちょっと今だけだから。ちょっとだけだから。大道寺さん、俺がいないと回らないんだろ。なんかすごい。ちょそれか大道寺、鉄条門作るんだよ。そうなんだよな。うわぁ、フェニックスいるやっけか。鉄欲しい。鉄をもうちょっと増産できますか。鉄の増産をお願いできますか。きついな。これはダメかな。ああ、ダメかな。毎週行ってる。山城ダメか。ああ、殴られてる。はい。あ、兵糧、ありがてえ。ありがてえ。古学坊様、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。めっちゃ助かります、今のお米。めっちゃ助かりますわ。関東の真ん中に鉄鉱山は難しい。めっちゃ助かります。青レンジャー帰った。帰ったけど。あ、玉縄つついてみる？玉縄つついてみる？味方の大道寺派有能だけど大道寺シリーズ派無能多いんよね。続け。岬つついてみる？お前、俺の里見に何するんだよ、お前。心に染みる。お前、俺の里見に、あ、工場覚えた。工場を始めましょう。先月の収支です。報告いたす。工場覚えましたよ。兵糧960で喜んでるよ。あいつやばいな。きっと商人に泣きながらお米売ってたの見てたんやな。わら、紙の米だな。ありがたや、ありがたや。ありがたい。ご用を受けたまわります。茶器ならどう？茶器。ありがてえ。茶器どう？メインに茶器はどうなんですか？工場やったわ。メインに茶器はどうですか？でも一旦帰らないとモグラセットできない。帰って工場取ってきて荒らし回りましょう。そうですね。旨味上落としておきたいな。旨味はどこですか？浜縄旨味だっけ？岬だっけ？どこが旨味ですね。三角か。大道寺、茶器入らないっすわ。茶器いらないっすか。じゃあ。いや、ちょっと保留で。忍ぶ城がうまみ。ああ、そうでしたね。シャキハキ本的に万能。え、万能なの？聞くの、チャキ。ご用を受けたまわります。聞くなら買うけど。うん、チャキ。茶器は万能やね。茶器万能？ちょっとセーブして買ってみようか。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。これを差し上げます。大道寺君、これ、あれ？嘘つきに。にしか上がんねえじゃねえかよ。にしか上がんねえじゃねえか。にしか上がんねえじゃねえか。読め。理と想像と道にですね、ジャキ。上がんなかった。書物あげるよりは、まあ。
ここまでですか、ここまでですか。そう、ここまでか。2でも十分でしょう。大道寺には修復させる。危ね。鉄条門作らせる。青になるとは言ってない。わら。そもそも書物受け取らないような。これで。一旦帰って工場窃盗。批判いる？批判もついてる。あ、でも茶器の証人来てますよ。出るとするか。浜名はどうですか？馬味じゃないですか？岬とか。どうだったかな、覚えてねえな。ダメす。岬が落ちれば来るやろ、さすがに。立山攻めるの諦めて。来るよな。来てくれるよな。え、玉縄なのかな？どうなんだ？人工派まあまあだけど買わなくない？北条のお城巡りしましょう、わら。こっち？関東もたまにやるとおもろいよね。玉縄の方がいいか？あ、里見のために攻めるのね。里見を救いたいんだよ。岬がオマージ。ありがとう。ありがとう。ここは川越。ありがとう。馬見城探ししましょう。ありがとう。いや、里見を助けたいんだよ、俺は。里見を。我が軍略、お見せしよう。くっそー。忍ぶ城も同じ。くそー、笠原、お前、おとなしく城にこもってればいいものを。先生、出番です。そう、先生の出番か。あ、落ちてる。ああ、落ちてる。立山が落ちてる。頑張ったのに。俺頑張ったのに。立山が落ちてる。落ちたな。落ちてる。帰りましょう、わら。落ちてる。退却。行くか？意外と早く落ちたな。行くか、最終兵器先生。落ちちゃった。バカ。これは帰ろう、わら。帰るか。里見はいい。早かったなぁ。岬を留守の日縄で遊びますか？いや、遊びたいんだけど。里見もっと頑張れよ。ほんとだよ、もっと頑張れよ、お前。いや、これ守れる？日里目里派？いらないか。いけるかな？いけるか？兵力こぼそれが全てですし、わら。いけるか？いけんのか？やれんのか？いやー、わら。やれんのか、これ。落としたいな、落としたい。無理では？無理かな。里見、チーズ落ちたら無理。無理？奈良南を諦め北の押し城あたりに展開しますか。でも里見生き残った。多分江戸落としてなかったら里見殲滅されてたよね。岬落とせれば。あ、そっか、犬に木が工場を覚えたから留守の雛はできるんやね。そうなんですよ、できるんですよ、今なら。その無線をすりつぶすと太田の滅びが。ダメかな、ダメか、諦めるか。諦めよう、じゃあ諦めよう。耐え難きを耐えよう。さあ、どうだ。どうだ。あれ、半分の兵力で押し城に遊びに行きましょう。なら川越を攻めますか。今日行きてえけどな。押し城で留守の雛は連打した方が良さそう。押し城取りに行きましょう。押し城にする。鏡さん、こんにちは。こんにちは。里見さんに城没収でとりあえず許された模様する。
ご命令よ。先月の終始です。報告いたす。ちょっともう一人。藤田さん、行ってください。飼い犬に気配はつきのが良くない？ここに水田がある。竹田さん西上の好きだね。ていうか、こ江戸城資源がないね。今攻めませんか？資源がないね。こんにちは、推し城ハムダの大よよったかいですって。あれ、俺何やってんだ。まあいいや。回収派？回収はね、鉄が足らんです。ちょっと兵力が足らんですな。千葉戦足らんねえ。いや、維持ができないんだよな。あ、そうだ。ご用を承ります。素晴らしい。道の整備を。道の整備する。ここの連結を強めるか。回収中では。よし、行こう。大道寺に気流の進出も考えも一月で終わる。出るとするか。よしよし、急いぞ。ゴッ。鉄砲が来た。よし、行くで。行くで。続け。でもここさ、硬いからさ。速攻じゃ。線あるからさ、耐久が。一回ぐらいは絶対食らうよな、これ。ルネさん、始めます。絶対来るよ、これ。急げ。ちょっと削れるよね、これ。間違いなく。鉄砲来た。ただし使えるとは言っていない。続け。なんか敵の脇位置が悪いから少し待ってから潜らしては。急げ。この戦線あるから厳しいと思うよ。我らが制す。まあ、急げ。一度スイッチ化してしまえばこっちのものですよ。頑張れ。会えるぞ。来た。怖いかよ。我が道を開けよ。うるさいわ。参るぞ。来た。我が道を開けよ。先生お願いします。なんという強さ。よし、今のうちに城をこの戦、我らが制す。引くぞ。ダメでした。ダメでした。溶けた。わら。ダメでした。あ。惜しい。まあそうなるよね。ダメでした。ダメオベラ。負け。兵力足りない。わら。落ちたな。無理だった。わら。ただの湿地帯だった。江戸に資源はありません。という夢を見たのさ。なお間に合わぬ模様。数の力ですりつぶされましたね。岩月からも出してもんに引きつければいけるかも。先月の終始です。報告いたす。全軍で行かなきゃダメみたいね。おとり部隊を出してもんに引きつけないと無理か。全軍で行かなきゃダメみたいね。叫んでましたね。高評価ポチー。全軍か。一回殴って海戦キャンセル連打すればいけそうじゃない。マックス兵数ならワンチャンあった。そう、マックス兵数ならね、いけたと思うんですよ。でもそんなに兵力減らして大丈夫かっていうのはあるんですけど、まあまあ行きますか。無理に押し城でやらなくてもいいのでは。セーブ配大。
おとり一ついるか。トライツー。いや、おとりはね、あんまりなんですよ。まだ無理しなくても。え、無理する必要ない？うまく内政に勤しむ？いっか、里見許されたし。いや、モグラがあってもね、こういうことがあるから。あるんだよ。そう簡単にはね、許されないんだよ。北条が撤収終わった後なら岬でスイッチできる説。あいつら前に出てきたからさ。テイク2。前に出てきたからさ。お、そうは簡単には。そういえば大道寺の養子って築城名手型やな。そうは簡単にいかんの。ここで祈りん女帝が一言。どうしようかな。来月までハマってもよくない？容量ないし。どうしたの？岬派直前の道が長いのよな。確かに。江戸城をカッチカチにするまで内政でいいのでは？わしと師範が上に行く？わしと師範が上に行く？三浦半島派思いのほか険しい。内政するにしてもそれを北条が許してくれるのか。こんな感じで師匠破門できるまで入るのが良くない。県政出番くれ。でも下方派やらん。え、あー、情弱ですね。情弱か。情弱イベントですね。はい。ご命令よ、先月の収支です。報告いたす。はい、どうじ。こう言ってもさ、持ってこねえんだよ、商人が。商人がよ。うっこい男。いや、言いました。まあ、水田じゃ。大道寺上代にすれば忠誠上がるやん。これさ、忠誠上がるときと上がらないときがあるんだよ。みんな優しいよ。そして乗っ取られる。上がらないよね。訪問で尊敬もらう。あ、それいいっすね。訪問。それしましょう。よし。こんばんは。いらっしゃいませ。整備しとく。忠誠上がらないと思ったときは、一旦出陣させてすぐ戻すといいです。ああ、なるほど。コミュニケーション大事。そうなんですか。出陣する。ほんまや。ほんまや。ありがとうございます。さすがももちさん。ありがとうございます。平凡な小技あったんやね。あったんですね。回収も。回収はね。足らんのよ、足らんのよ。足らんのよ、もう。出陣して帰るの走らなかった。足らんのよな。鉄条門先輩、あ、会うか？でも、家宝のために。家宝のために。家宝のために残してるんだが。ちょっと道で我慢してください。米打ったし。
ああ。残符996,3、200円。ワクチン次の日は39度、その次の日は頭重かったのですが、スパチャ両方は効いたのでしょうか？いや、スパチャしてないとね、もっとひどかったと思います。さすがの文字さん立てに伊賀で同様やってませんね。わら、門をカッチカッチにするもん。ナイスパー。スーパーチャットありがとうございます、ラルフさん。ナイスパー。ならよかったです。ナイスパー。ナイスパー。おめでよ、先月の収支です。報告いたす。ナイスパー。あ、富永さん、やりますね。富士を攻めてますね。ナイスパエリザベスだそ、はあ、はあ、頑張ろう。ナイスパ、そろそろ行けませんか。回収行けませんか。行ける。鉄条門先輩お願いします。よし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 。スピア生き残ってる。わら、あ、進出できる。マジ？武田と北条が争ってくれるの。はいっすね。マジ？イケブン。今どんな感じ？お米が足りない感じ？お米が足りない感じ？お米か。カッチカッチになるもん。お米か。こっちの方がいいのか。こっちに伸ばした方がいいか。川沿いに水田。縄文を強化するもん。こっちは兵糧庫のために水田を。ここまでか。なるほど。秋まで待つのです。ここだな。将来の築城を考えると川向こうには出ない方がええです。そうですね。川越と食いますよね、ここ。多分競合しますよね。水田の隣に大聖堂が山のように立ってたな。あ、そうそうそう。御用を受けたまわります。武具、武具がお好きと聞きました。武具がお好きと聞きました。ありがとうございました。武具がお好きですよね、大道寺さん。武具だよね。ああ、いいっすね。ああ、いいっすね。いいっすね、いいっすね。いいっすね、いいっすね。よし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 。よしよしよし。よしよしよし。よしよし。川越は広いから多少かぶっても平気平気。オッケーオッケー。ジャッカウト3000戻るで。オッケーオッケー。オッケーオッケー。え、チャキカウト3000戻る？ほんと？御用を受けたまわります。ジャッカウトお小遣いくれる商人来てますよ。じゃ、これで。ありがとうございました。え、どこにいる？見当たらんが。ドジ、カブトならええで。見当たらんが。あ。え、見当たらんが。もう裏切らないね。あれ？大道寺のご機嫌に国資金の半分使うブリーダーミキ。見当たらんが。来てないやん、わら。あ、誰来てるって言ったの？どう？あ、さっき言ったのにカブト買って消えた。なんだって？なんだって？表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたす。こういう時に限って、家臣一同とか言い始めちゃうの君たち。ミッション受ける前に買ってしまった。ちょっと。偽宝くらってて草。ちょっと。まさに石立ち部。ちょっと。カブトを買った瞬間に消えちゃった。わら、どういうことよ。ちょっとお兄さん許しけ。巻元引き納をください。どうし戸沢森康さん、信者、へようこそ。ありがとうございます。メンバー登録してくださって、ありがとうございます。もったいないんで、その兜預かっておきますね。トップブリーダーに。いや、兜はね、もう大道寺さんもらっちゃったから。
もう大道寺さんがもらってったから。時間を戻してください。いや、もう大丈夫、大丈夫。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 いける、いける。いつかこの茶器も使うから、きっと。きっとこの茶器もいつか使うから。ついでに考えでもしとく？考えは3労力必要だからちょっとできないっすね。考えする。考えしたいけど。大道寺、名称あげるから来てね。そうそう。メンバー加入。本当に。出陣するぞ。まあ、また誰か拾った時にきっとまた加工渡すから。そう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 。考えしないのは考え深いものがありますね。いいですね、いいですね、いいですよ、いいですよ、いいですね、その戦い。いいですね、いいですね、いいですね、じっくり見たいですね、これは。やれやれ、やれやれ。お前たち三国同盟なんか結ぶんじゃないぞ。ずっとそこで殴り合うんだ、お前たちは。殺し合え。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたす。あ、同盟が切れた。三国同盟前なのか。同盟が切れた。三崎城行ける？同盟切れましたね。三崎チャンスでは？三崎チャンスか？いい密談空いていない。そのうち竹だけも来そう。どうなんだ今、川越誰なんですか。ああ、はい、大久保長安、わしならいくら加工あっても足りないぞ、わら。どうするこれ。竹田すぐ滅ぶよな。これで全部が敵や。全部敵ですよ、これで。あ、岬はいいかも。これで全部敵ですよ。もう少し欲しいの。里見と組むとか今回、外交禁止なんですよ。外交縛りなんですよ。どうするこれ。どっから行く？てか、俺、朝廷行きたいんだけど。え、わし。って北条分断しようぜ。わししかダメなの？面白くなってきたじゃねえか。生きてな、生きてな。もしくは家臣求めて北進します？俺、会員が欲しいんだけど、会員が。会員欲しいんだけど。岬取れれば北条の千葉方面との連携が切れる。宮城さん行ってくれるか。大道寺、朝廷行く前にワイのところ来いや。そうだよな。ワイのとこ行かないとな。じゃあ自分で、大道寺さんと仲良くなるまで浜地かな。上泉先生で外交しよう、わら。岬派打撃になるけど安定派押し。犬に木派大道寺に会いに行くの優先じゃない？簡易な簡易に簡易を授けよう。お師匠は確かに行きたいんだけどな。でもさっきの調子で行くともうちょっと、もうちょっと兵力必要だね。もうちょっと兵力必要だね。全回復したらいけるとは思うんだけど。こんにちは。こんにちは。ここに連兵所かな。古川さんちと合併。ここに連兵所かな。鉄砲の奨励もしたくない？ああ、したいね。先生、兵力が欲しいです。やりたいこといっぱいだよ。忍ぶ城派全兵力でもまだ厳しそうな。え、先生？先生なの？川まで足伸ばしたいけど足りないかな。ちょっと待って、先生しかいないですか。行く寸前でまたセーブしような。足利さんとだけ派外交しましょう。ああ、ダメだ。四千あればねえ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。先生。いいっすか？いいっすか？いつかちょっと先生で外交しましょう、わら。先生で外交か、なるほど。御所、森山、じゃあ先生、よろずき、馬屋橋、平井、忍、岬、とりあえず、ありがとうございます。ありがとうございます。2ヶ月白さ、外交を先生に任せましょう。じゃあ朝廷を先生、お願いなので、バイバイです。大神4000は欲しいですね。
朝廷を先生お願いします。で、で畑お願いします。先生、とりあえず茶道を身につけてから、わら、あ、刀を抜かないで、わら。工場も欲しいし、人材も欲しいし、兵力も欲しいし、硬いもんも欲しい、わら。全部欲しい。固定しときな、養生法やぞ。メッセージ固定ってどうやんの？どうやんの？どうやんの？そうか。クマモンが全部解決してくれるさ。そうか。あー、行きたいな。あ、でもさ、今なんか、里見が、ここの城攻めるからさ、多分、救援で行くんじゃないか。岬から。そしたら着こう。やったぜ。そしたら着こうぜ。それで行こう。それで行こう。里見の逆襲か。それで行きましょう。出るだ。出陣するぞ。そうそうそう、出るよね。出るよね。出るよね。知ってる、知ってる。よし。もうちょっと、逆襲の里見。もうちょっと離れたら。出陣するぞ。下房派里見が頑張ってくれるさ。よし、行こう。行こう。行くぞ。行こうぜ。出るとするか。こういう重要な情報固定されてると視聴者としても見やすいですな。行こうぜ。よし、出るぞ。行くぜ。行くぜ、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 行くぜ。こんにちは。行くぞ、行くぞ。行くぞ、行くぞ。里見さんを援護するんじゃ。ちょっと、里見、諦めんの早いよ、お前。お前、諦めんの早いよ。お前、里見、もうちょっと押すんだよ、そこは。そこはもうちょっと押そうよ。先月の終始です。ちょっと、報告いたす。押そうよ、そこは。もうちょっと押そうよ。裏切りの里見、わらわら。新聞が多い。里見さん、もうちょっと押そうよ。もうちょっと押そうよ。もうちょっと押そうよ。試合終了だ。大道寺直秀できた。もう少しで着く。判断が早すぎる。そういえばこれ最終的に里見さんも食べちゃうんです。里見派諦めた。わらわら。諦めんなよ。まさに関ヶ原後の黒田官兵衛、わら。まるで、わらわら一のドイツじゃねえか。早すぎるよ、諦めんのが。お連平所。はい。連動2期。姫生まれないね。連動2期もこれで歓喜。姫生まれてほしいよな、早くな。姫来てほしいな、早く。異次元の逃亡者里見。うっそみてえに帰ってったな、わら。今川道警。え、今川来る？あ、宇治安さんが来てる。宇治安様が見てる。バイか？バイか？太田ってどこの城の方でしたっけ？今だ今川。考えもしてえな。考えたら考えしたいな。考えしたいな。考えしたい。江戸から出せる？ここからは出せるけど。まずいですぞ、ボス自らですぞ。出せるけど。大道寺2期の寿命までに2代目内政屋を確保しときたいね。このぐらい良いよな、宇治安。パパンが到着するまで待ちましょうか。うまいこと待ちたいね。チャンス。うまいこと待ちたいよね。したいよね。いいんだけど。宇治安の御船分けしたいですね。ああ。圧巻のアップ90。考えで考えを防ぎましょう。アクション。出陣します。ワンワンの仕事派訪問。来るね。いっぱい来るね。頼めるの派先生の剣技だけ花欲しい。いっぱい来るね。
ぱい来るね。シーズの防衛隊も戻ってますな。いっぱい来ますね。鉄砲来た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 。出陣するぞ。行くぞ。よし、こう行こう。セーブ。そうだな。続け。よし、行け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 。買い物から戻りました。今夜はこの放送のおかげで麻婆を作ることになりました。なるほど。いつもありがとうございます。いいもの食べますね。八王子の岬に来てるっぽいです。うま味しろ。ここはもう留守のひなわで頑張るしかないね。やるとしますか。続け。よし、送りますよ。取りかかります。鏡さんも麻婆作ればいいんやで。こんな金はねえ。冬の白波情緒深い。おお、飛び込め。市場よりも落としやすいな。宇治安ごとき、我らの主役の前では何するものぞ。5500もいるのか。オッケー。セロリしかありません。よし、マジ。この戦、我らの勝ちだ。よっしゃ、勝ったな、ガハハ。あ、逃げるんだよ。ええよ。逃げるんだよ。うまーじー。逃げるんだよ。おまに食わせる麻婆はね。してくださってありがとうございます。ありがとうございます。ハートマン千人軍曹さん、新者。ありがとうございます、ハートマンさん。うまじー。後のことは考えない。あれ？音楽が、音楽が鳴りやんだ。嘘。奪還しに来ないの？あの敵を倒しますか？そうなの？ああ、なったなった。誰が来るんだ？これ邪魔だな。玉縄は、ダメですか？馬味じゃないんですか？すげえ邪魔なんですけど、これ。笠原がすげえ邪魔なんですけど。変わったね。マジ？里見、なんか空いてるやん。ごめれよ、先月の終始です。報告いたす。え、里見が来てる？まさか里見さん。里見だ。俺はお前のために頑張ってるのに。俺はお前のために頑張ってるのに。お前のために頑張ってるのに、なんだその仕打ちは。笠原、ここは当然。お前、里見、里見、やっぱりか、わらお前のために俺は頑張ったんだぞ。里見にあげよう、わら。里見、わら。くそ。里見、お前。竹林に行けよ、わらわら。いや、こっち攻めろよ、こっち。弱そうなやつを倒すのが戦の正義よ。こっち攻めようよ。里見わかってんな、わら。なんでこっち行かないの。里見、岬が欲しいな。肝心ってそういう意味かよ。くそ。里見北条太田と移り変わり。そう、ちょっとメッセージ見して。どこ五所古川五所か。まあいいわ、あそこは里見がとってもいい。森山、あまりに里見がクズムーブすぎんか。敵宿は違うの？敵宿違うんだ。そうか。平井は今回ないんだよ。空気の向きからは日の元一夜で。あ、平井ある。で、今直近でいけそうなのは、まあ里見からしたら守ってるなんて知らんしな。で、行けるのは忍城と岬城と。殿様、ごきげんよう。いらっしゃいませ。二つだけか。
マナーは違うんだ。我が勢力派北東に進出するべきです。すげえ邪魔なんだけど。じゃあ、お市場だな。お市場行こう。幸い兵減ってないし、くれてやらい。市場行こう。こんにちは。こんにちは。お市場に行きましょう。やっぱりお市場かな。市場ですかね。現在的に考えるとは、やはり忍ぶ矢印、平井矢印、美濃はと伸びたいですね。でもお市場取ったら軍神様来そうじゃない。こうなると江戸が落とされる特徴に立たされますな。玉名は江戸城と同じタイプだったかと。北条の岬を攻めようとしたら、こっちが落としても九郎がそのままってことなんだな。家庭観な気をつけてね。川越かお市場か。川越ちょっと攻めるの大変だよね。お市場なら最悪兵士犠牲にして取っても守れそう。そうだよね。お市場行きますか。江戸城療養庫作れますか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。養老湖よりね、今ね、防備を固めたいんだよね。うん、こんなところか。じゃあ、城代は入れずに、行きますか。他の城の守りができるとは言っていない?まあ、行こう。どっかで駆け逃げねえとだしな。いざ戦え。いざ迷う。出るとするか。1500人いればいけるかな。出るとするか。お。かけるときはドーンと大きく行こう。あ、停戦申し込める。ああ、いいんじゃない?今はいいか。今はいい。どうにかして手数を増やしたいところだが。今いい。EBGM。いけるいける。いずれにせよ、北条領を削る手段に生きる道なし。行くぜ。出陣する。人材欲しいな。初見です。いらっしゃいませ。いいよ、里見にくれてやる。そこはしょうがない。我が方の城包囲されました。いいよ。あれ、これはもしかしてお市場来てます。あ、来てますね。ちょっとお邪魔しとるわよ。進め。お邪魔するわよ。そうか、岬に人入れて里見に部隊ぶつければ停戦できたな。続け。ないない尽くしのプレイが面白いのです。お邪魔するわよ。お、今回なんか人が少ないな。あ、出陣してたのか。続け。これならいけるんじゃね。初見さんいらっしゃいませ。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってください。行くわよ。いいわね。邪魔するにあったら帰って。よし、行くぜ。やるとしますか。殴れ。急いで。この戦、我らが制す。ついでに作れる。119。始めます。ついでに正論も作っちゃう。これワンワン、モグラでね。行くわよ。行きます。いや、お前は行かなくていいんだ。先生お願いします。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。先生お願いします。このままでは。よし。出陣してるのがラッキーだな。ここは引きます。よし、急げ。急げ。二回行きたかってたぞ、わら。よし。我らが攻めに耐えきれるか。よっしゃ。マジ。この戦、我
勝ちだ。よし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 。さあどうだ。敵将捕らえたり。誰を捕らえた。誰を捕らえた。誰を捕らえた。ええやんええやん。うまみ解放。ええよ。成田か。来た。一人だけか。とりあえず帰ろうか。よっしゃ。捕らえたり。とりあえず帰ろう。誰？このまま平井へ出張しましょう。おめでよ。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。でも平井に行っても。成田ブライアン、馬の一人でも貴重やで。成田波動だろ。こんにちは、鏡さん。いらっしゃいませ。セーブしときます。忍ぶ城の時点で微妙なやつしかいないからね。これで壁ができましたな。北条家の東の壁。なかなかいいぞ。っていうか娘生まれないのが非常に心配なんだが。成田姫の関係者？え？ブライアンじゃないのか、ダン。トプロやろ、せめてトップロードに。たまに鏡さんがお姉口調になるの花瀬ですか。やっぱ先生の捕縛が神だったんやなって思う。あとは家臣がもっと増えてほしい。どうしよう。成田派スピア村上の藤沢枠で使えるじゃないですか。やだ。誰を入れます。選択肢がないか。奪還来てるから状態なしで一旦放置を。いや成田康式、貝姫のおじいちゃん、お姉だからだよ。大嘘してるか。藤田に来てもちょっと入ってくれる。藤田でいいかも。藤田でいいっすかね。藤田に入ってもらいましょう。ここは男は誰でも心に女の子を飼ってるからだよ。よし。火がない。火がない。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。いいで。人手が足りん、人手が。誠の乙女やぞ。わしか。こそで表。わししかないのか。初見の皆様も入りやすいようにチャット欄を温めましょう。布団が布団だ。からのアルミ缶の上にアルミ缶。制作を執り行います。大田氏正の弟の妻の父なのか。皆に伝えます。温まった今ので。寒くなってないか。大丈夫か。大道寺さんいるだけで全然違うな。全然違いますね。来ちゃう？来ちゃう？来ちゃう？こっちに来ちゃう？いや邪魔だな。めちゃくちゃ邪魔なんだけど。おいそこの喋る液体窒素をどうにかしろ。鏡チャンネルでは女言葉不国出れば一気に女性視聴者増えるんやで。めちゃくちゃ邪魔だな。おい、今外交でバンしてやりなさい。なんとかできませんか。え、できないの。関東の冬は寒いですな。え、ちょっと、太田さん、今ですよ。語るなら今ですよ。騎乗する。ないな。人生を犠牲にするか。なんか懐が寒いです。我が方の城、奪われました。いいよ。道は止まらない。あ、ご褒美欲しい。忘れてた。忘れてた。横浜の人所やで。忘れてた。いいわ、成田。
もしかして僕、なんかやっちゃいました？城が取り囲まれました。帰れ帰れ、お前どうぞ。水谷帰れ、水谷帰れ。帰らんのかい。帰れ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 。あ、何殴ってんだよお前。いらないの。何殴ってんだよお前。忘れるなよ。ちょっと何殴ってんのお前。やめてくださいよ。いや、やめてくださいよ。何叩いてんのあんた。やめてくださいよ。出陣するぞ。やめてくださいよ。一旦放棄しましょう。我が方の城、包囲されました。いざ参ろう。やめてやめて、水谷お前邪魔だ邪魔だ、お前、水谷お前邪魔だって言ってんだよ。この武士派鉄砲が奨励されてるのはありがたいね。こっち来い、こっちに来い、こっちに。あるから部隊ぶつかる直前で停戦が出たんでは。矢印だけだ。こっち来い、こっちに。ご命令を報告いたす。先月の終始です。報告いたす。水谷邪魔くせえ。わら。ハーバだよこいつ。やべえよやべえよ。めちゃくちゃ邪魔してくんなおい。外交縛りされてますか。出ます。帰れなくてくさ。うろ覚えだけど停戦しますかみたいなのは、自分から相手の城に向かっている途中とかじゃないと出なかった気がする。水谷強いぞ。水の矢ね。あ、水の矢ね。うん、すいません。邪魔だあいつ。そこ連携取りづらいですね。いや、もうあ、そうか。停戦しておけばよかったな。政策を取り行います。置けばよかった。そうか、皆に伝えます。今回は先に敵部隊が出ちゃってるからできないのかな。部下できない、できませんか。通信する。よし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 、それでいいんだよ。それで藤田が戻る時間を稼いで。積んどく？でも2ヶ月は、いや、いいんじゃね？今回も切り抜けたし。いける。あいつら殴ってるよ。停戦はしとこ。今入らないかも。止まれ。まだ。承知いたしました。めっちゃ殴っとるやん、あいつら。ガンガン殴ってるよ。君は何なの？ボコボコ。こんにちは。我が領内に敵が迫っております。うんうん。もう足利とだけは外交してもいいんでは。ダメダメダメ。お犬様ですか。敵が我が領内に向かっております。我が策、戦場を制す。政府警物部屋だ。あ、葉月さんだ、いらっしゃいませ。めっちゃ殴っとるやん。表情を始めましょう。報告いたす。これ日名は聞くかな。報告いたす。日名は聞くのか。足利がなんなんダブルこいつら。わら。見る？見ます？本庄に乗っ取られたか上杉。見ます？ですね。古川久保断絶なっとるな。あ、断絶だ。うん？落ちたらすぐ落とし返したい。ああ。
いや、これきついな。待機しとけば、ベイと相談かもしれないけど。まだ人が足りない。足らんねえ、足らんねえ、足りませんな。小田さん落としたい。こうなったらもう全部攻め落とせばいいよね。勇ましいな、口だけは。小田さん、人材も本人も微妙なのがね。そうな。川越に行くのよ。これ。川越もちょっとな。うん。楽な城ならいいんだけど、楽じゃねえからな。真ん中勢力やっぱおもろいよね。ちょっときついね、周りがきついね、これ。あー、くそー、うまくいかん、うまくいかん。どうしてくれよ、どうしてくれよ、どうしてくれよ。全方向攻めまくる配信者さん、こんにちは。こんにちは。里美、許すまじ。いざ参ろう。なんだって。気付けの平和品はように残しておきたい。え、お前行くの？お前行くの？本当に行くの？我が戦、お前ら本当にお市場行くの？本当にお市場行くの？お前。沼田さんかがひどいことになっておる。わら。本当に行くの？あ、行くんだ。いや、帰るんだ。お前、どっちだよ。どっちだよ。お前ら、お前ら帰るんか？帰るんかい？出陣する。帰るんかい？出るぞ。いざ行く備え。やっぱり足利から潰したい。足利がな。どっちかにしろよ。わら。挙動不審すぎる。わら。足利。わら。シャトルランやめろ。わら。何やってんだあいつら。新喜劇出身ですね。足利もさ、先に潰したいのは山々なんだけどさ。ちょっとね。さすがにね。辛いの。久保様倒す大義名分ができそうだったのに。辛いの。辛いの。辛いの。ほんま辛いの。辛いの。出陣する。やるとしますか。管理包囲網。我が方の城奪われました。藤田てめえ。だったら佐竹が動くし難しい。行きましょう。帰り道か。よしよし、やるとしますか。急げ急げ、急ぐんだみんな、急げ急げ。でもドッグブリーダーミキシリーズでは相当うまくいってる方じゃない？確かに。よし、飛び込め。取り掛かります。急げ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 。指先一つでダウンさ。全国の藤田さんが驚くでしょうに。確かに。やるとしますか。ポチッとな。ポチッとな。よし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 。よし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 。この戦、我らの勝ちだ。我らの勝ちだ。殿の命に従ったのに怒られたでござる。足利鬱陶しいから、しのぶ落としたら上から回り込んで御所も落としましょう。平井、行く？ええよ。行くか。行くか、足利が、ちょっと。ナイス。言うても人が足らんのだな。あれ
あれ、またやってるぞ。またやってるぞ。またやってるぞ。いや、これどうします？ほんまどうします？これいや、きついっす。きついっす。いやー、きついっす。ケイちゃんは邪魔すぎる。上流行らせとけばいい。ケイ邪魔すぎる、これ。飛来で人材回収人材って呼べる、これ。これ人材って呼んでいい？人材って呼んでいい？うまみな御所に行きます。御所行きますか。由緒正しき公方に立てつくと鳩帰ってそう。古川御所派馬味なのか。馬味だけどさ、いないよりまし。関宿を連携のために上から御所強襲。これ喧嘩売ってるのはしかがなんだけどね、わら。差別発言です、わら。50もあるじゃないか、わらわら。一応頭数にはなるかと、わら。苦情より初変える。行ってみる。武田刺激するの初だそうですね。遠いけど御所で避難はしましょう。人材というよりはかろうじてホモサピエンスって感じで。出陣するぞ。これが嫌なんだよ。表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたす。ここまん、いや、出てこなくていいよ、お前。何？あ、従属してんの、お前。従属してんのか。大道寺行く？出るか、大道寺。いざ参ろう。これで関宿圧迫してみるか。承知いたしました。これでどうよ。なぜ外交縛りにしたのかわからない。それは悲鳴が多いからですよ。みんなが望むからですよ。江戸の藤田を移動。上杉でそんなんなら一条件定む派チンパンジーセーブしませんか。あ、セーブしましょうか。ああ、どうだ。朝廷も縛ってますか。朝廷今ね、やってます、工作を。もうちょっと水田が欲しいですね。日の後ろに兵士回収要員入らない。900人ぐらいだったからいいかなと思って。置きたいんだけどね。加賀美さんの卓抜した外交力を自由にするとあっさりクリアしてしまうから仕方ない。長老大丈夫？長老ダメですね。行きましょう。あー、やっぱぶつかっちゃうかな。いやいやいや、行かないとね。ここは行かないとダメなんだよ。出陣します。出陣します。ダメですね、わら。扇は縛らないのは甘えてない？わらわら。扇はね、あの、取れ高があるんですよ。知らなかったんですか。取れ高ね、あの、甘いんですよ、あなたは。出陣します。どうだ。勇気邪魔だ、お前。あ、結構いて、結構いて。行くぞ。楽しみだな。かしこまりました。何に巻いてるの。かしこまりました。あれあれ。かしこまりました。かしこまりました。あれ。お任せください。結城さん、承知いたしました。結城さん、続きなさい。あ、いたお任せください。はっ。あ、こっちこっち。かしこまりました。こっち
こっち。かしこまりました。承知いたしました。こっちこっち。こっちだよ。こっちだよ。こっちこっち。任せください。こっちこっち。ゆうきさん、ゆうきさん、こっちこっち。違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。任せください。ゆうきさん、違う違う、そっちじゃない。教えてやろう。我が一つを。こっちこっち。お任せください。こっちだよ、こっち。こっちだよ、ゆうき。ゆうき。ゆうき。こっちこっち。こっちこっち。こっちだ、こっち。ゆうき。任せください。お前違うよ、そっちじゃないよ。それ違うから、それ違うから。藤田君が泣いちゃうだろ。これで決めるぞ。よしよし、よし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 。出陣するぞ。どうだ。出陣します。ええよ。お任せください。どうだどうだ。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。村上さんく。これ人材足らんだろう。スピアグッドゲーム。これ人材足らんだろう。誰か今手空いてるやついるか。誰か手空いてるやついるか。スピアグッド。いるか手空いてるやつ。いないよな。いないよな。娘生まれねえかな、娘。困ったな。困ったな。こうしましょう。こうしましょう。犬ならいるんでは。こうしましょう。こうしましょう。どうしましょう。みんな忙しいって。みんな忙しいの？俺も忙しいんだけどな。俺も忙しいんだけどな。藤田推し場に。藤田はね、今ね、江戸城所属で今出陣中だから移動できないですよ。みんな天井しておりますぞ。宮城さん行く？確か、軍神様は架空姫でないんだっけか。考えでもしますか。光栄になぜか評価されてる結城一族。自然作ろう。お、ではいけますか。あ、違う違う。米大事。いけますか。あ、いけますね。お願いします。困りました。大道寺、藤田は引き上げた方がいいんじゃ。よし行こう。進め。おお、これか。急げ急げ。ここ。続け。頑張れ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 急げ急げ。久保様、白さんつあるんですね。そうなんですよ。この頃の久保さんはね、絶頂期ですね。うん、頑張れ頑張れ。飛ぶんだ。結構硬いな天守。もうちょっとこっち、もうちょっとこっち。やるとしますか。急げ、急げ。よし。始めます。ここだ。じゃあ乗り込め。乗り込め。よし。
行け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 。やるとしますか。城門を破壊しました。頑張れ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 。急げ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 。セイロも立っちゃうぞ。乗り込め頑張れ頑張れ。おこれもこの戦我らが制す。急ぐんだ。急げ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 。よっしゃで誰が守るんだこの城この城誰が守るんだ。この戦我らの勝ちだ。出陣します。この城は誰が守るんじゃ。やるとしますか。誰が守るんじゃ。いびつです。もう光学棒を滅ぼす。いっそのことどれぐらいいるの。8人。空城の刑いっちゃう。8人欲しいね欲しいね。誰も捕らえてない悲しみ欲しいね。いけるかな。久保様が邪魔だったから潰しただけで城入らない。わら内政要因いいね。でも助けをあちこちから呼びそうだよな、ね、助けをあちこちから呼びそうな気がするんだが。滅ぼした方が後腐れなくていい。まあまあまあ行ってみるか。勇気二人は主力になれるね。勇気がうまじ人欲しい。勇気水谷&勇気が美味しそう。水谷は高間流祭おるやん。勇気一族美味しそう。一族美味しいけどな。お前も行くか。かしこまりました。承知いたしました。行くぞ。どうだ。気温差500しかいないから速攻で行ける気もする。確かに。続け。これ城攻め大変ですかね。どんな感じの城ですか。ちょっとお城を見せてください。行くぞ。あはん。あはん。こういう城ですか。ゴミがやばい。わら。こういう城ですか。こういう城ですか。ゴミがこの世の終わりですぞ殿。なんとかしろゴミは。続け。草でも食ってる草でも。衝撃のがまだいいような。衝撃の方がいい。まずテイスト。いやーでも結構痛かったよ今。まあ勇気一族回収したら一旦久保の城は諦めても良いんじゃない。役立つしかない。マップの方が良いですね。はい。力を合わせ戦い抜くのだ。ふほじたふほじた。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ふじたが俺たちのふじたが。相手の城でキャンプファイヤーだ。俺たちの藤田が。藤田と足利が差し違えたか。すいません、ここに悪質な環境で兵士に働かせている大名家があると聞いてきたんですけど。気のせいですね。気のせいですね。まあ藤田の兵派は出てた兵なんで。忍ぶ城から出陣を。出陣する。これがブラック犬久保ですか。できねえわ。米がねえわ。草おいしいよ。米がねえわ。忍ぶ城から屋敷に兵士輸送。できねえわ。米が。できねえわ。米ねえわ。米がねえわ。あ、もう米がない。米が。来月まで待ちましょう。米がない。米が。労働基準監督職可否。米がない。
何もない。米が、わら、米がない、米が、米がないぞ。いやまずいな。来月にご染め、まずいな。いやこれはまずいぞ。米はかうもの、今買うの早い、8月やで。そうですよね、8月だからね。焼き打ちじゃ、もうないわ。打つ手が、打つ手がない。忍城は1月で水田作れない、手がない。闇取引しちゃう、待てそれ、それ大使ですよね。なので、やりたくないけどやるか。どうしても出陣したいなら勝手でも出るべき。よし行こう、セーブしとく。制作などで容量アップ系何かありませんか。ハーンに略奪してもらわないと。ワンワン、名称まだかな。制作を取り行います。保守か、保守か、保守か。案外整備序盤はいつもないない尽くしですな。宣戦布告米しちゃう、ほぼ増えてる収穫増えてる、これ。あ、来月だからか来月だからこれくらいしか増えんのか。いや、きついね。兵糧庫のがまだまし。きついね、きついね。43、わら、きついね。ビレゾー、艦外整備派年単に持続しないと効果ないですね。敵が我が領内に向かっております。来ちゃった、来ちゃったな。もういいか、もういいか。あー、もううまくいかねえ、うまくいかねえ、うまくいかねえ、ほんとうまくいかねえな、おい。うまくいかねえな。やるとしますか。もう一人どこだ。忍ぶしろ波動セルスのひなわでまた落とせない。かしこまりました。くれ、お市場ならいいや。かかれ、ゾンビだとめちゃめちゃ慎重なのに、立志伝だとガンガン行く。縄文を破壊しました。いけいけ、いや、やるとしますか。ゾンビゲーはさ、あれセーブできないのよ。落ち延びるのも、おせ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 、急げ急げ。敵城門突破しました。続け、承知いたしました。城門を破壊しました。続け、お任せください。兵削ると今度は武田が何かしてきそう。急げ急げ。よし、でこれで、この戦我らの勝ちだ。敵将捕らえたり、捕らえた。どうする、いけるか。あとは人の数か。いけるか、いけんのか。しかし想像と大使でワンワン太田さん顔変わりすぎじゃろ。いけんのか。忍ぶ城はミス、我が王の城包囲されました。出陣する、行っちゃおう。いけんのか、これまだだった。宇都宮次第なのでね。我が領内に敵が迫っております。うわー、来ちゃった、来ちゃった、来ちゃったか。こんな国なら大家族で戦争が起きるぞ。来ちゃったか、どうする、来ちゃったよ。
江戸城来ちゃったよ。北条。いやここまでかな。帰るか。せっかく育てた江戸城に襲来か、わら。帰るか。朝廷バリア派。騎乗する。まだ敷設間に合ってないと思う。これは中止ですな。江戸城救援が優先でしょう。そうだよね。大将を御所入城しまして、コメキラスト襲ってくるような、セーブして老城を、江戸城派守ろう。江戸なら鉄条門だししばらく派持つかと。急げ急げ。出陣するぞ。さあもうちょっとだったのに。敵が我が領内に向かっております。もうちょっとだったのに。もうちょっとだったのに。誰が捕らえたんだっけ。沼田、わら。続け。誰が捕らえたんだ。承知いたしました。あれ帰ってる。あか。タガヤ。タガヤどうだ。沼田と北条、同盟してないなら推し城であれ北条を始めます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。よし、ちょっと撤収して出陣します。こっちへ来てください。出来宿いらんだろう。お前のせいで大変迷惑してんだよ。出来宿いらんだろう。金払っててもこれは撤去できない。撤去できない。なんでここで江戸城防衛艇カウンターのチャンスを持つよ。なんで撤去できないの。信用するなよ。なんで新鮮な労用だ。なんで撤去したいんだけど。撤去させてよ。撤去させてくれよ。人いないから撤去できない。そういうこと。撤去できなくて草。うわぁ。敵近いから。いや、ちょっと待って。じゃあ逆に。出たら戻れない。出たから戻れない。ないと出たから戻れない。織田の部隊が近いって判定かな。関宿に宮城さん入城でも。ああ、そうか。いや、でも。なんや。やろう。小田さんが近くいるからかな。それとも小田さん攻めてきてる。なんかやれることないですか。ぐぬぬぬぬぐぬぬぐぬぬ。あ、藤田お前出たら最後。そういうシステムなんですよお客さん。藤田お前行こう。小賀御所行こう。藤田お前9月に療養入った時の無敵感好き。すいません、なくなりそうだけどな、この米。いや、参ったな、どうする。良い愚問の声、これは功労かまったなし。どうですか、到底 76%。 先生、急いでください。先生、なるはやでお願いします。ちょっと。私が帰りましょうか、先生。先生、私が帰りますよ。どうせ今出陣中なんで。来年の春まで持つかな。先生、どっか武芸を。朝廷工作が上がる政策とか。先生お願いします。先生お得意ですよね。できんの誰か。あれ誰同時。
御所投資上派ひなは関宿派両国化した方がいいんじゃない？関宿さ、でも人が足らんのよな。人が先生を好きでしょ。人が足らんのよな。なじせ人が足らんのよ。持ってる武将を切って特性ゲットが最短ですかね。なじせ人が足らんのよ。古川久保を落としきれれば。そうなんだよね、今がチャンスだったんだよね。北条の横槍がなければな。藤安、落ち着いたら足利空と考えると関宿派残したい。安、来てくれ、一発で来てくれ、頼む。ダメか、悲鳴聞けて高評価待ったなし。長屋欲しいな。制作のこの時代の関宿派水運の重要拠点だから簡単に撤去できるないですよね。藤安、ごみん、笑い。ピンチ、ピンチタイム。はい、笑。ああ、すげえな。制作の武家直送で調停がアップしますね。お願いします。お願いします。やるとしますか。来てくれ。来ねえか。お前来てくれよ。俺は早く江戸城行きてんだよ。内政向きの多賀屋ならガチャする価値あるな。城が取り囲まれました。多賀屋、イヤドス。頼むよ、早く来てくれよお前。ダメか。うわ、来てよ、早く来てよ、頼むよ。昔派水運のよう、今派空路のよう。頼むよ、早く来てくれよ。頼む頼む、早く来てくれ。首を縦に振りなさい。もうちょっとか。なに、早く早く。はい、空港あるんだ。よし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 、出るぞ出るぞ、宇治安を迎え撃つぞ。出陣する。急げ急げ。女性は、お、ええやん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 。1日ごとに恫喝されるタガヤ、落ちる、来た。よし。よし。止まれ。宇治、ヤスさん、どっち行く？どっち行く？いざ参ろう。どっち行く？どっちに行く？たら間に合わないかな。関宿来月撤去できそうね。できるかな。あ、そう、そう、そう、そっち、そ、そ、そっちですか。そっちに行かれるんですか、宇治安様。宇治安様、そっちですか。いいですか。あ、そうですか。そうですか。間に合うかな。間に合うかな。そっちか。急いで急いで。どうぞ。お前はこっちじゃないの。間に合った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 。宇治安、こっちだよ。間に合った。止まれ。これはダメだな。続け。
ああもうもう進む。ああかしこまりました。生きる可能性を考えるとすぐに御所に兵を出せる関宿派残した方が。我に続け。武将モードできないから人種派落ちるかな。少しでも氏康は削っときたい。どちらにしても人材足らない。承知いたしました。頑張れ頑張れ頑張るんだ。いけいけ。やっぱ氏康派硬いな。硬いよなこいつな。氏康5100って聞いただけで吐きそう。本当だよ。ピュン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 。この時代に人口15000規模派捨てがたい。頑張れ頑張れ。少しでも削るんじゃ。ちょっとでいいんじゃ。ちょっとで。お前武田行けよ武田に。頑張れ頑張れ。武田に行け武田に。こっち来んじゃねえ。結構前線してる。頑張れ頑張れ。よしよしよし。敵十波籠城案件かと。もう行こうもう行こう。かなり削れてる。城門が破壊されました。まあええやろ結構削れただろ。氏康だが断る。結構削れたやろこれで。お願いだよ帰ってくれよ。本当だよ帰ってくれよ。迷惑だよ。お任せください。敵が我が領内に向かっております。多分戦術的で連動が終わってる。氏康承知いたしました。氏康あともう少しで三国同盟我が方の城奪われました。あしゃあない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 。これはしゃあない。知らない知らない。敵が我が領内に向かっております。来るんだ来るんだ来るんだ。承知いたしました。半分削れたのハウジアス相手ならでかい。え来るの来るの。守りきれんわこんなに。忠誠が心配です。頑張れ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 。頑張れ頑張れ。ちょ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 。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。もうちょっと。もう一息。あと一息。もうちょっとだ。もうちょっとだ。いけるいける。頑張るんだ。頑張るんだ。もうちょっとだ。もう一撃だ。いけるいける。ウジアスとカセバエド反対か。よし結構解けたぞ。ミュージックも変わったぞ。音楽も変わったし。そういえば一時期上国あったから新山州行けた。あ行けたかもね。行けたかもしれん。正成大金星なるか。もうちょい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 。でももうダメかもうダメかもうダメか。城門が破壊されました。もうダメだおしまいだ。誰が来たの誰が来たの。ナスかナスが来よったか。え、そっから来たの。そっから来んの。ナスが来たようですぞ。え、あ、同盟してる。え、停戦してるから。いや、マジか。マジか、お前。どんどこどんどこどんどこ。え、どういうコース。
ナス、わら。え、どういうコースで来んの君、マジで来るの。どんどん周囲が敵国になっていく。怖え、外交縛り恐ろしい。どこから来るの、わら。外交縛りって恐ろしい。もうかから南経由ですね。待機せよ、我が領内に敵が迫っております。関宿に来るか、関宿来るか。藤安さん、あんな山の砦で4500とかしたら切腹ものだと思う、笑い。これは楽しい。関宿来るの。資源空間使ってますね。どうする。ただいま、まだ滅んでいませんね。関宿か。うわ、すっげえ迷惑なんだけど、この城。うわ、迷惑すぎる、この城。ほんとない方がいいよ。すっげえ邪魔なんだけど。すっげえ邪魔なんだけど。思ったより北から来ていますね。とりあえず御所から兵出そう。御所どうする、これ。排除したいレベルですね。ほんとこれすげえ邪魔なんだけど。でも関宿ないと御所との連絡が微妙になる。いや、ない方がいいって。めっちゃない方がいいって、これ。御所入らんから関宿防衛かな。あとでも守りにきいな、ちょっと。アンケートする？いやでもちょっとな。出陣する。出陣するぞ。来るんだ、来るんだ、来るんだよね。そうよね、来るよね。とりあえずこれ押さえて。進め。こっから来るから、こっちかな。続け。こっちは頼みます。プレイングスルン鳩の館ご全員に。我が領内に敵が迫っております。隠れ。沼田も来たのか。赤熟派他の城とはあまり被らないから区画取れるよ。お任せください。味方として入らないけど北条に落とされるの初らそうですよね。そうなんだよ、北条が取るのが嫌なんだよな。北条が取り上がるのがちょっと許せねえんだよな。あれ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 、スイッチ入ってないじゃん。やるとしますか。ちょっとちょっとちょっと、やるとしますか。いつものプレイヤー大人気現象か。そのこんにちは、皆様こんにちは。いらっしゃいませ。赤熟派なんとか守りきって停戦入れたら城強化してスイッチ出撃拠点にしたい感じ。いてる？いてないね。やるとしますか。もうちょっと右かな。よしよし、顔が真っ赤になったぞ。工場持ちもう一人欲しいな。聞いてる聞いてる。あらんて、一人じゃ手が回らんて。少し城増えると急に畑から兵士湧き出すからな。手が回らんて。隠れ。矢が効かないだと。頑固じゃないと守りにくくね。大道寺さんって確か工場覚えませんでしたっけ。大道寺はどうだっけ。宇治安を削ったの派でかいね。いやー、きついっす。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。もういっそ全力で北上して立て貸して帰ってきたいぐらい北条が嫌。ほんまやで、きついな。格欲だ。いや、このこの組み合わせすげえ嫌なんだけど。大道寺派もグラ派覚えません。この組み合わせ最悪なんだけど。
赤レンジャーとキレンジャーですよ。うーわー、停戦チャージまであと何ヶ月ですか。停戦チャージまで、停戦チャージまではあと2ヶ月と言っております。ユーワンワンよ。うわ、どうする。え、ここ北条に取られるの。まだ4時なってないよ。ここ北条に取られるの。北条の強いやつら来てんじゃん。多分太刀打ちできないよね、藤田じゃ。藤田と高谷じゃ無理だよね。ユーワンワンを無理だよね。してたか。無理だよね。無理だよね。撤去もできないね。伝えましょう。関宿取られると詰みます。綱茂、勝ったな、風呂入ってくる。うわ、めんどくせえ。関宿邪魔すぎるだろ、これ。撤去できなかったのが非常に痛いんだが。うわ、めっちゃ邪魔なんだけど。うわ、どうしよう。北条に関宿取られると詰みそう。誰や、行く。関宿停戦まで守るしかない。してもらって出陣して、撤去してたら今度灰和月に来てたような気もする。あ、確かに。とりあえず江戸防衛すればなんとかなるよ。江戸を守ってそのまま忍を攻めに行けば引き返してくれないかな。いっそのこと無理して降下たやる。久保できたらよかったよな。でも江戸城と久保って言ったらやっぱり江戸城ちょっと手入れちゃったからな。江戸城の、あ、もうやるしかねえな、やるしかねえな、やるしかねえ、やるしかねえ、やるしかねえ、行くしかねえぞ。よし、行こう。行くぞ。とりあえず江戸防衛して主力が引き返すしかないっすね。やるとしますか。あれ、顔真っ赤、真っ赤ポジションだったはずなんだけど。あれ、当たってる、当たってる。俺が顔真っ赤になってるやん。やるとしますか。どういうことや。どういうことだってばよ。当たってる、当たってる。ちょ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 。当たってるよ、君。承知いたしました。猫派か。宮城の配置ここだっけ。早く早く。あれ、顔真っ赤になんないね。あれ、位置が良くないのかな。我に続け、かかれ。そう、かかれ。うん、かかれ。通常モードにしてみる。取りかかります。ベールを作ってみる。もう一歩耐えてる。押して、お、進め。お任せください。どうよ。ダメか、ダメか、顔真っ赤にならんか。あ、なったなった。よしよしよし。これでしばらく耐えよう。
インスタントヤブラ耐久1。頑張れ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 。よし、こんにちは。こんにちは、大道寺さん、大道寺さん、お待ちしておりました。ここへ、ここへ入ってください。承知いたしました。早く倒してくれ、早く倒してくれ、早く倒してくれ。俺は北に向かいたいんだ。射撃用じゃないからね、吸収はね。断線強化だからな。我らが制す。で、やっぱここの位置がいいんじゃない？早く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 、お願いします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 。視聴者が何でもしますから。私は何もしないけど、視聴者が何でもしますから、早く、早く倒してください。早く倒してください。お願いします。お願いします。もうそっちかい、そっちかい、そっちかい、そっちから来るんかい。宇治安、宇治安、それはずるいだろ、お前。それはずるいだろ。なんで大道寺と同じ方向から来て逆から来るんだよ、お前。お前、それは、それは違うだろ。それは違うだろ。それは違うだろ。それはまずいだろ。我に続け。これずるいよ。我に続け。我に続け。うるせえよ、富永。ちょっと黙ってろ、お前。違うだろう。ああ。我に続け。これで決めるぞ。ちょっと。よし、調停も縛るか。いや、やめてください。続け。はいはい。ちょっとおもろい、わら。なんだって？宇治安、宇治安、お前どっち行くんだ？宇治安。宇治安どっち行くんだお前。じゃあこっち。じゃあ大道寺さん、承知いたしました。宇治安、だって私気持ちのオーバーですよ。当たり前だよ。戻るんかい、戻るんかい。かしこまりました。続け。来た来た来た。こっちは？マウントやられてんじゃん。大道寺さん、ヤグラスイッチ押せますか？あ、押してますね、押してますね。我に続け。よし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 。早く倒して、早く。早く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 して、早口で、早口で、早口でください。早く倒してください。よし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 、いける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 。帰るんかい、帰るんかい、お前。あ、じれってえな、じれってえな。もう出るぞ俺は。こんなとこにいられるか、俺は出るぞ。こんなとこにいられるか、俺は出るぞ。バブミカンを出すなよ。ああ、宇治安が来てる、宇治安、宇治安来てる、宇治安来てる。いかんいかん、いかんいかん、いかんいかん、いかんいかん。え、つけ俺。これは罠だ。罠だ。宇治安の罠だ。宇治安にやると痛そうだけど、前から後ろからする？
これは、これは、俺跳ねるぞ。これは宇治安の罠だ。上杉家が滅んだ。これで決めるぞ。これ武田も来るんじゃねえの今度。武田も参加するんじゃねえの。ちょっと武田も参加するんじゃねえのこれ。引きこもり戦略。宇治安、あれ富永どこ行った。富永、富永さん、やるとしますか。富永さんどこにいらっしゃるんですか。どこっすか。だってそろそろ退却する。あ、いたいたいた。よしよし、退却する。よし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 。お、他方や。待て待て待て、どうするどうするどうする。こっからどうする、こっからどうする。戻ります。こっからどうする。よし、こっからどうする。おいしい。忍ぶ城に。こっからどうする。お城向かうか、敵宿守るか。こいつはお市場に向かってる。9人って突撃してくるって心臓が強いな。わら、ひとまずセーブかな。買い替えて関宿守っておいたか。しのぶうまじ、来月くらいが朝廷バリア重点ですか。来月重点ですね。セーブしておいてしのぶに行ってどうなるか様子見かな。なるほど、セーブして大道寺と二人で気合で関宿防衛ですかね。宮城さん派やべえな。あ、ありがとうございます。あ、野菜大ありがとうございます。野菜大、野菜大ありがとうございます。いや、どうしたもんかな。とりあえず、とりあえず、とりあえず帰りつつ、ここで強撃。これ、強撃効くかな。忍ぶ城耐久削れてるから多分モグラうまくいかない。これ効きますかね。ナイスパ。なんか里見が平和そうにしてるの腹立つな。やったぜ、大根買うべ。金よりも老害が持たんな。赤塾で強撃、強撃してみる。武勇37、統率34で。どんな感じ。我が策お見せしましょう。できるんでしょうか。多分強撃してんのにやられるんじゃないか。武勇101。この人たち頭おかしい。ちょっとクソ弱い、笑。ちょっとこの人たち頭おかしいんだけど。強撃中にも赤レンジャイとキレンジャイですよ。大丈夫。いや大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。高いと有利なはずだから一瞬で溶けそう。これダメでしょ。プラなんでもダメでしょこれ。クス1300か。いざ参ろう。でも関宿の門もやばいんだよな。宮城さんはどこ所属ですか。宮城さんは関宿です。大道寺が行けば三部隊でなんとかなるかも。出るとするか。あ、お前来るんだ。地方からやっても負けそう。わら、前で防御するんだ。前で防御するんか。そうか、前で防御するのか。まあいざとなったら殿下の宝刀ピンポンダッシュ両用切れ待ち戦法があるから。こうのしくるんか。こっちに来るんだ。米収穫から1月でもう半分くらい減ってて草。出
陣する。川越着くぞーって、前に武田が溜まってるな。着くぞーって言ってどう？で大道寺さんはこっちルートで行こう。五瀬方面に出しておけば四方強撃いけたのでは。この月終わればバリア完了じゃなかった。いや、この月終わってバリア完了じゃないんだ。多分来月かな。我が方の城包囲されました。そうだ、こっち攻めちゃうぞ。ダメか、ダメか。大道寺派上から関宿に行けると思うけど。ダメか。いや、退路がね、なくなる可能性があるのでちょっとできないですね。かしこまりました。ちょっと時間稼ごう、時間稼ごう。 あんな基地が相手にしちゃいけない。あんな毎日毎日勝った勝った言ってるおじさん、ちょっと気が触れてるからね。あの人と戦ってはいけない。ダメだよ、ダメだよ。まだダメだよ。ダメだ。ピンポンダッシュ。まだダメだよ。まだダメだよ。あれ、帰ろうとしてる？いや、これは川越に行こうとしてますね。これで兵力何倍ぶつけるんだ？赤がどっかに行ってる。何倍の兵力をぶつけるんだ俺は。これでどうですか？勝ったおじさんは？続け。おじさんちょっとね言うこと聞いてくれないですね。どうだこれで。うん。こっちの方が溶けてるかな。武田が川越に来てくれたらいいのにな。こっちの方が溶けてるかな。武田が走ってません。報告いたす、先月の終始です。報告いたす。めっちゃ溶けとるが、武田は帰ってますね。あれ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 、まあいいや。南の部隊に部隊しか戦闘してないですね。まだだよね。三国同盟まで残り2年。まだだよね、まだだよね。岩漬け向かってる。もう無理だね。承知いたしました。つらい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 、痛い痛い。状態バリアまだですか、まだでちか、まだでちか。状態バリアまだですか。もう持たんぞ、もう持たんぞ、もう持たんぞ。城が取り囲まれました。あれ、あ、来た。来た。これでなんとか、これでなんとか、お願いします。よし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 、これで出るとするか。これでわしは御所を守ればいいんだな。あっねー、まだいいか。とりあえずみんな帰ろう。緑色の戻ります。騎乗する。そうか。おお
まだ早い。留守の日縄でのんびりできますね。我が方の城、包囲されました。おうおうおう、出るとするか。ここ一体スイッチしてそのまま明日がですかね。めんどくせ、帰る？ユー、ワンワンを。お前帰るんか。ビビった、わら。お前帰るんか。ユー、ワンワンを。え、帰るの？いつがちぎれ、わら。帰るの？リアルでもドッグブリーダー。帰るの？ワンワンの強波早いな。ワンコ、わら。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。リアルドッグブリーダー草。ああ、なんとかなった。風川落としチャンス。ああ、確かに行けるか。行くか。この声質派怒ってますよ。行くか。おう、出るとするか。行こう行こう。今のうちにアシカが食べましょう。お、米がねえぞ。米が。ご用を受けたまわります。米がないっす。朝廷バリア再チャージ。あ、朝廷バリアか。ありがとうございます。朝廷。わしが、わしが、人種回収。わしが、わしが、わしがやる、わしがやる。今が後期。人種、人種かな。やることいっぱい。お坊様できるかな。修理修理。敵屋の修理しよう。とりあえず八木さんかな。岩月来てくれますか。岩月がなんかありましたよね。高屋。あれ、あ、戻ってきてない。戻ってきて。宮城さん戻って。ああ、しょうがない、しょうがない。ご用を受けたまわります。お米ください。ありがとうございました。敵屋先生、縄文先輩にできれば安心できますね。私が買ってた飼い犬。ご用を受けたまわります。赤塾もカチカチにしません。いいけど。やっぱり涙目になりつつ奇跡を信じて戦う姿は美しい。いいけど。やめるか。やっちゃう。やっちゃいます。とりあえず強化しようか。じゃあこれで。米が、米が足らん。出るぞ。アシカがヘゴ。いざ参ろう。藤田、藤田、お前も来い。お前も来い。出陣するぞ。これで北条の目が武田に向くか里見に向くか。北条はどこ行ってんの。関東制覇。帰って。来るかな。出陣します。我が策、戦場を制す。この佐竹さん、もしかして来る、助けに。いや、来ないな、来ないな。出陣します。呼ぶんじゃねえぞ、アシカが。北条武田同盟か。え、千葉家ピンチ。あ、ええ、うそー。佐野さんのところに山上さんいるんですね。うそー、同盟しやがった、あいつら。あー、これはまずい。これはまずい。佐竹さん話と足名のとこか。これはまずいですぞ。鬼佐竹。これはまずいですぞ。里見ピンチじゃね。これはまずいですぞ。三国同盟前倒し。ごめれよ。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。いいです。
まずいですぞ。これはいかん、わら。いや、まずいですぞ。いや、人手が足らん、人手が。人手が足らんな、ちょっと苦しいな。なんかできることないか。古川久保、激おこ。先生、先生、人生はちょっと似合わないですよね。そうですよね、そうですよね。あれ。はい、先生派投資で、わら。先生、すみません。私がいけなかったです。すみません。先生が得意そうな仕事はまだ残ってますか。ここやっときます。先生、お願いします。どうしたもんかな。どうしよう、どうします。スイッチで置いとくならそんなに手入れる必要もないんだよな。商人町でも置いとく。とりあえず金にしとこうか。よし、行こう。米。御用を受けたまわります。米くれ、米。御所派スイッチなので適当に、わら。ありがとうございました。我らが負けるなどありえん。敵将を捕獲した。捕獲したか。御所派空城だから放置。よし、佐野さんも食べれそうですか。どこだろう。御所派スイッチだから商人町特化で良さげ。面倒くさ。やるとしますか。他は。あれ藤田。あ、いた。北条と武田の同盟が無効かってメッセージ。え、マジで。敵が我が領内に向かっております。え、5100。佐野さんと小波城がくっそ固いんよね。参るぞ。続け行きます。やるとしますか。シェ、続け。どこだっていうか誰だ。敵城門突破しました。佐竹かな。平和的に。そうですね。畑臭いね。続きなさい。続け。続け。うわ、42人なのに。続け。これで決めるぞ。ここは引きます。城門を破壊しました。あと87人。続け。急げ。行きます。これで決まりです。なんだって？可愛い女の子の声がしたぞ。ここ引きます。よし。敵将捕らえたり。力を合わせ戦い抜くのだ。よし。よし。敵将捕らえたり。え、人材ゲットじゃ。誰？よっしゃ、部下が増えた。誰？5000って誰？可愛い女の子だといいな。佐野の人材派どんな感じ。ええー、よ、千葉か。ナイス。千葉くんか。ええー、よ、千葉くん。そんなにいたの兵力。宇都宮かよ、わら。宇都宮。え、宇都宮もいた。
千葉じゃねえか、わら。さて東洋東洋、ああ成田が。違った、千葉か。千葉だね、千葉くんだね。城の数だけなら北条と戦えそうなのにな。どいつもこいつも歯向かいやがって。とりあえず帰るか、とりあえず帰ろう。騎乗する。姫浜寺送り。いや、どうだろうか。姫な、佐野と巫舞もなんとか吸収したいですね。とりあえず関宿防衛でいいんじゃないですかね。時の声でした。でもこのこの能力でも欲しいよ。いやでも名家辛いですね。名家名家姫はスペック次第。名家名じゃなければ結構いいような気がするんだが。花は散らせようよ。特製派。特製は今一打が仕方ない。12歳だし幸運ですね。年齢12歳。いや内政50でも人では欲しいぞ。今なら内政要因だな。欲しい。まあ人で欲しいですし。そげ幸運の方なら内政要因かな。セーブ。あ、セーブ、ありがとうございます。真っ赤じゃなきゃいいじゃない。大道寺を城主にして姫やれば。要塞タイプか。姫がいないんだよな今。この統率39、武勇45で。なんか来てるもう。出陣します。辛い。陣所で迎え受けそう。出陣します。辛い、めっちゃ辛い。岩漬け、関宿派両国家ですね。よい。よし、陣所間に合う。よし、どっちから来るんだ。どっちから来るんか、お前。戦わなければいいよ。表情を始めましょう。先月の収支です。報告いたす。村上義清よ。落ちたんだ。落ちたのかお前。あ、落ちてる。桂王女が落ちてる。それでも勇気一族が来ればまだ戦える。まだ参える。スピアーフマン。こっちか。村上義清が竹だって、わら。だいぶ前。あー、スピアーが助けてくれる。ポンか。こんにちは、順調ですか。まあ順調かな、順調かな。竹田がかなり強い世界戦ですね、ここは。やばいな。ポンが欲しい、ポンが。スピアー引き抜きかける。ポンが欲しい。ポンが欲しいが。まさか。ポンが欲しいが、ないぞ。薄い本くれてやれ。祇園城どうします。これいる。先生がいるから死なない。いる。長尾が未だに越後統一できてなくて草。いらない城の城主にしたれ。いや、すっげえ能力高いからさ、捨てられないよなこれ。あ、城主にする。いらんやろ。城主。届かないな。廃城でいいかと。廃城にしたいけど、廃城できなかったわ。祇園派いらないかな。廃城できんかったわ。祇園派放置で檻を見て撤去。壊せるところは壊しちゃっても良いかも。でも江戸城しか壊せなかった。北条に取られないなら祇園派くれてやってもいいかな。とりあえず。柳田さんお願いします。近くの部隊が邪魔でまだ排除できないね。進出、あ、進出できない。ないですか。実行できる部署もいない。
新山でとりあえず黄色に。あ、そうだ、新山があった。柳田さん、なんか優秀な家臣団いないですか。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 そろそろ俺の姫欲しいんだけど。なんとかなりませんか。宿ってさ、まあいいや。おジーバー邪魔だお前。邪魔だな、めちゃくちゃ邪魔だなお前。うむ、鉄縄文先輩間に合わないか。間に合わないですね、今からじゃもう間に合わないですね。悲鳴ばかりですな。来ないよな、しょうがないよな、このまま行くしかないか。アーガイ校縛りだからどっかの姫ももらえないのか。そうなんですよ。ああ、もう。里耳状になってますね。え？ああ。敵術派左側に伸ばすと川に届きます。届くんですか？はい、帰らせて。一回帰らせて。よしよし。とりあえず人材補給して、足利さんはリフレッシュ休暇を取ったところで、足出るか。出るとするか。真っ赤な小破神山中に。あだよね、きっとね。被害ないよね。小山さんエースすぎる。いかん。もう4時か。いかん。ゆうきくんだけだよ。こっちのゆうきくんは全然ダメだけど。ゆうきさんハマストで残したい。邪気であげられますか。晴れ朝派下方かな。スタちゃん上手にして名の幼稚園でも作りますか。よし、お前からだ。まず今姫吐きっちゃってもよかったなとか思った。ああ、そうすれば自分の姫が生まれた可能性あるかな。急いでくれ。我に続け。急いでくれ。皆の力を合わせよ。中心にしたら能力の劣るがつきますぞ。今川と織田が同盟してる。延長派強い姫武将じゃないと務まりませんよ。うま、当たってる。続け。当たってる。我らが攻めに耐えきれるか。押すんじゃねえよ。強女ちゃんが強いからできた技。押すんじゃねえよお前。なんだよ。みんなして俺を囲んで何をするつもりなんだお前ら。あださん200円、ご飯がないとのことなので大竹 N ドッグかかれ。ありがとうございます。早く、ありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。早く。倒すんだ、早くこいつを。こいつを早く倒してしまえ。チーバ君が邪魔くさいってより声を遷されてるからしゃあないわな。奥で色を作ったら？いや。大丈夫でしょう。早く。早く倒せ。急いで倒せ。
で倒して。よし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 。やられたか。帰れチーバ。チーバに帰れ。よしよし。余裕だった。チーバくんって何人いるの？6人いるの？衛星。お前もサイか。逆にチーバくん攻める？逆襲したいところはあるけどな。年齢17歳ですか、原さん。このペースでは米が持ちませんな、わら。確かに。米がな。あ、米が。いける、いける、まだ参る。米が持たんわな、確かに。まだ2月だよ、2月。2月だよ。とりあえず行こう。敵が我が領内に向かっております。おい長野、おめえおめえおめえうぜえな。なかなかうざいな。我が戦お見せしましょう。なかなかうざいなお前。ケス27歳。なかなかうざいなお前。進め。いや、ジージはねもう死んだんだよ。続け。お任せください。若そうだよ、若そう。ジジイ、こっち来んな。どっちに来るかな。どっちの門に来ます。そろそろお時間かな。そろそろお時間ですね。参るぞ。来た、こっちか。やるとしますか。おい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 。かしこまりました。お前はここな。かしこまりました。よいしょよいしょよいしょ。急げ急げ。メンタモンを迎えたのか。急げ急げ。続け。頑張れ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 。我らが攻めに耐えきれるか。頑張れ頑張れ。よし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 。いけるいける。これならノーダメージでいけるぞ。長野カルマ生態って表示でしたよ。あ、本当？まだ生きてんのあいつ。おじいちゃん、おじいちゃんまだ生きてるんですか。もうちょっと生きてますか。あ、すみません、別の世界線と勘違いしてました。早く早く早く倒してくれ。うちの領内は米が乏しいんじゃ。そらまだ1553とか1554でしょう。そうか。ババア捕まえたい。ああ、ババア。ジージ成仏して。ババアいたかもしれん、確かに。早く早く早く倒して早く倒して早く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 。ひたすら攻められてて老老攻めされてる気分。ほんまやで。早く倒して。ジージ派1560くらいだったかな。ジージとバーバとかどこの幼稚園やろ。早くしてくれ。茨城の農地手に入れるの配布の日か。早くしてくれ。早くじて早くじて早くじて。早くしてくれ。いや結構でも平城の割にはいいダメージ出てんじゃないの。なかなかいいんじゃないの。早く早く。ジージのとこには赤いバーバもいるっけ。早く早く。そうなんですよ、バーバがいるんですよ。
早く。普通モードだからでは。早く。いいっすね。いいっすね。よし。硬くていいね。いやでもこれまだ本気を出してないから。ヤブラってやっぱ大事なんすね。本気を出してないからまだ。そういえば今ってアメリカとかの輸入牛肉ってかなり高いらしいですね。よし帰ろう。本当に来んのお前。3000しかいないだろお前。本当に来るんだ。ご命令よ。先月の収支です。報告いたす。しかもバーバ派特典武将だから寿命なし。わら。あとカチカチにして、これでまあひとまず安心では。家臣団で忠誠維持を。あ、家臣団か。なんか加工ないかな。忘れないうちに道整備を。新山州女性がわからん。気温はまわなくてもいいよね。足利さんとスタちゃんとハルトモ、スタちゃんとハルトモ、ハルトモ、スタちゃん、他方はどっかの城代もかな。ハルトモか。今何持ってた。ああ。ヤキとブグ。なるほど。敵判定塗って水谷さんにでもあげたい。おや、もう風敵が抜ければ多くなりそう。晴れ朝は旧敵抜ければいいんだけど、下方あげちゃいます。一文字を結城さんに。さんにあげる。備前長船さん、500円。こんにちは。備前さんありがとうございます。お疲れ様です。関係なのですが、親戚の子が通ってる高校が大逆転で高校野球秋季大会決勝へ進出しました。感無量です。おめでとうございます。ナイスパー。スーパーチャットもありがとうございます。ナイスパート、ありがとうございます。どうか。とりあえず様子見る。とりあえずちょっと様子見る。流敵抜ければまあ。親戚さんよかったね。まあなんとかみたいな。ちょっと様子見ていいですか。晴れ朝、水谷さん派関宿にでも移動。ちょっといいですか。ナイスパーおめでとう。結城春友さん派万能だし絶対に確保したいよね。ありがとうございます。抜けても役なしだとプラス1で黄色ですし、結城さん。不満判定出るまで様子見でもいいかもしれない。ここに。結城さん。さあお願いします。あーどうしよう。ハルトモ城主、ハルトモ城主にして命を押し込んでみる。そこへ、それどう、それどうですか。お金も米もやばいか。
どうですか、ダメですかそれ。ありよりのあり。ねえ、それがいいかも。それがいいかな。そうするとループ爆弾、そうすると4条上げる、上げる。ここ守りきれんかな。城主で渡すなら開発だいぶ終わってる。江戸、江戸か。江戸はなーい、まあ、ちょっと渡せないな。鏡さんの犬派まだおとなしい方ですよね。私が飼ってた飼い犬派吠え始めると凄まじくうるさかった。やるなら江戸、有能だから自分で使いたいけどね。まあまあまあ保留で、保留で、それは保留にしよう。江戸派わしのもんじゃ。強い人、強い人、強い人、誰か渡す余裕があればね。強い人、赤塾を育てましょう。そうだね、江戸派位置的に直轄しておきたいな。不満出てから城代にするのもありですぞ。確かに、一旦渡しておいて時期見て天保で江戸返してもらってもいいですし。来たぞ、出て。おおおおおおおはい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 。あと、あと忘れてることは、忘れてることは何かあります？ワンワンを、ええええワンワンを、どうする、これでいいか、これでいいか、よろしいか、よろしいか、ワンワンを、よろしいか。いや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 、江戸城にも、ワンワンを、江戸城にも配置を、わらわら、江戸城にも気温派、オッツオッツ、あれあれ壊したいんだけど、ネジ玉だ、壊したいんだけどさ、ワンワン、もう我慢できないわん。お犬様、江戸と気温に武将移動かな。え、気温、気温派放置、雑魚入れる、気温どうする。16時10分できっちり吠える生命時計、どうする。犬様、お時間です言ってんだろ。親凸じゃなくて犬凸、噛みなさい。一人ぐらい置いとく。マジで避難するような泣き方するな。お犬様に任せよう。違う、一人置いとく。じゃあ一人置いとこう。じゃあこれで、こんなところで今日は終わりにしましょう。こんなところで今日は終わりにしましょう。ネギ貸しなさい。ご視聴ありがとうございました。ちょっとお疲れ様です。おまんこと出かけてきます。では、派廃城できるまで商人町を作成とか。お疲れ、またね。はい、では失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。した明日は AOE やろうかなと思っております。お疲れ様でした。では失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れした。お疲れ様でした。お疲れ様で